った第95回マイアカデミー賞発表、受賞式を前に、米芸能誌、ハリウッドリポーターは7日、同誌が開発した独自の数式をもとに、各部門のオスカーウィナーを予想した。同誌は、ゴールデングローブ賞や米映画俳優組合賞、英アカデミー賞、クリティクス・チョイス・アワードなど、アカデミー賞の前哨戦とされる賞レースの成績を数値化し、各賞を予想。昨年は予想した20部門のうち、見事、29部門を当てた実績がある。ただし今年は、2002年以来、前哨戦を総なめし、他個人がいないことから予想は困難だとしている。まず作品賞は、異次元感アクション映画として、前哨戦で多くの賞を獲得した、中国系マレーシア人女優ミッシェル・ヨ主演の、エブリ・シング・エブリウェア・オール・アット・ワンス、日本での略称は、エブエブが、受賞確率 68.1% で他の作品を引き離し大きくリード。監督賞も、エブエブのダニエル・クワン&ダニエル・ジャイ・マートが本命で、数式が弾き出した確率は 59% だった。続いて、主演男優賞は、エルビスのオースティン・バトラーが 41.7% で、ザ・ホエールのブレンダン・フレーザーの 33.2% を上回った。主演女優賞は、タール、ターのケイト・ブランシェットが 52.9% で、2番手、エブエブのヨーの 26.3% を突き放した。助演男優賞は、エブエブのキー、ホイ・クアンが、圧倒的で 78.9%。助演女優賞は、ブラックパンサー、ワカンダ・フォーエバーのアンジェラ・バセットが 39.8%、エブエブのジェミーリ・カーティス 26.8%、イニシェリン等の精霊のケリー・コンドン 22.1% となり、こちらは混戦予想となっている。副本賞は、エブエブの 39.8% と、イ・ミシェリン等の精霊の 36.6% が2分。また、脚色賞は、ウーマントーキング私たちの選択が 61.5% で他を大きくリード。長編アニメーション賞は、ギレルモ・デル・トロのピノ、キオが大本命の 88.5% などとなっている。